もしかしたら通信悪いかも。大丈夫か。意外と大丈夫か。高尾炭治郎さん、サトルンさん、ヤッシさん、佐藤さん、高尾炭治郎さん、 A ちゃん、炭酸せんべいさん、なおなおさん、てるおさん、大西くん、せいちゃん、あおちゃん、なりさん、みよみよさん、りんさん、なりばあさん、トゥエールさん、キックさん、ありがとう、せいやんさん、まいせんさん、とっとり太郎さん、ありがとう。でも私今日夜ご飯何食べたっけ。私今日あれ豚まんしか食べてない。豚まん夕方に食べただけだ。大丈夫かな私。でも結構そう、豚まんって結構あのお腹いっぱいになるからな。夜ご飯になっちゃった。それはエネルギー不足って。なんかお昼いっぱい食べたんですよ。サラダとあとごまポン酢鍋みたいなやつを食べたんですよね。だからお腹いっぱいで、お昼、うん、過ぎぐらいに食べたんですよね。すごいお腹空きすぎてめっちゃ食べた。そう、あと納豆食べようと思ってる。そう、そんなにお腹空いてない気がする。確かにこういう時にポテチが食べたくなるけどやめてきます。じゃあ今日もやっていきたいと思います。高尾さやか本気中。今のところランキングは1位です。当たってないわ。でもこう差を広げたいのでしていこうと思います。じゃあ 6分の55秒からしていきたいと思います。
危ない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 、本当にやめて、危なかった今。レッスン動画を流すとこうだった。危ない、ずっとね確認してて。危ない、セーフセーフ。ぜひ、やばいやばいよ。あー画面が暗くなった。Go, do, 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 do。歌い出してしまった。待って、本当に4位なんだけど。じゃあもう一回説明しておきますと、今回っていうかちょっと前からイベントのそのランキングのポイントの入り方が変わりまして、こう私がファンの方と当たるたびにポイントがもらえるんですけど、それが私のを一押しカードにしてる方と当たったら私がもらえるポイントが 1.3 倍増えるんですよね。だから毎回3人当たって3人とも私の一押しカードにしてたら1人10万ポイントなので9万ポイント上乗せになるんですよ。 1.3 倍なんで。次10分の55にします。そうなんよ、そう変わったんですよ。だからまあ一試合最高9万ポイントが上乗せされるんですよね。でもそれも10回対戦したら90万ポイントになりますので、一押しにしてくれたらすごく嬉しいなって思います。そうなんですよ、10分の55秒にします。そう、コツコツと。うん。ゴーゴー、55秒です。私のちょっとそう声がちょっと聞き取りにくいと思うんですけど、55秒です。ちょっと今日手がかじかんでる私。寒い。ありがとう。
昨日寝る前にこう時計を見たんですよ。で時計になんかこう湿度、温度と湿度を測ってくれる機能がついてて、手カジカジですね。でいつもなんかこう快適と乾燥っていうのはよく見てて、そう電波時計なんですけど、快適とインフルエンザと熱中症と乾燥があるんですよ、ランに。おお、ありがとう、めっちゃサイエンスカッテしてる。いつも快適か、まあ、乾燥だったら加湿器つけなきゃって思うんですけど、そう昨日私インフルエンザってなってなんか本当に2度目3度目ぐらいしたんですけど、えインフルエンザと思って、めっちゃ怖くて、私めっちゃ怖って思って、あ、ありがとう。そうそう結局ね、すぐね調べたんですよ、時計インフルエンザみたいなそしたらなんかこうなんかなんだろうね、そういう結構湿度が全然ないとそれになるらしい。やけん私本当に一瞬そういう菌があると思ってびっくりして、違いました。次は14分の55にします。そうそう、湿多分乾燥のもう一個レベルが上がったやつだと思う、検索しましたね、怖すぎて、もう今まで見たことなかったから、そう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 、めっちゃ怖かった。1455、そう乾燥はダメですね、怖いな。めっちゃ怖かった。でまたさっき見たら1時間2時間前にまた見たらまたそれになってて、怖い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 ってなって、すぐ加湿器を入れたんですよ。ちょっと前までなってて、でも急に快適に変わった、だから急に変わるんかいって、その段階がないんだって思って、急に変わるんかいみたいな大変だよ本当。だから今快適です、うん、そうそう急に変わった、今快適ですでもすごいこの時計すごいなと思った、なんかあんまり乾燥してると、部屋が乾燥してるとかあんまり体感できないというか、
いや、わかんない、全くわかんない。私は乾燥してとかしてないとかね。4位なんですけど、乾燥してんだろうな、この部屋特に。おこ急に怒る人しかも私推しじゃない人が1位になっちゃった。次は17分の55にします。本当に手も冷たい。全然いいよ、全然気にしないで、全然気にしないで。えい。お、ありがとうございます。全員。もうこの全員当たるのが一番嬉しい。なんか今日は昼間めっちゃ暖かかったんですけど、風は冷たかった。ですよね、広島だけなのかな。なんかだけ風がなかったらめっちゃ過ごしやすいのになと思った。え、帰り道凍ってたの半袖いけるくらい。え、まあ、半袖はでも寒かったかも上着いらんかった。え、でも風が冷たかった、めっちゃ冷気なんていうの、冷たかった。めっちゃ全国的になんか。次は20分の55にします。2055年っていつだろう。30年後ですよね。私、私50歳か。想像つかないな。2055年。想像つかない。もうドラえもんいるかもしれないし、多分車は飛んでるだろうし。でもわかんない、あんまり変わってないかもしれないし。携帯ももう変わってるかも、すごいことに変わってるかも。ありがとう。どれもいたらどうしよう。どれもいるんか。
でも一家に絶対に一つはロボットがいるかもですよね。もしかしたら。わあ、大丈夫か。おお。僕ドラえもん。ドラえもんって2112年か。2112年。何年後？100年後か。100年後か。全然もう30年後とか言ってたし。次23分55分にします。2355。100年後は私123歳ですね。確かに22世紀か。いえいえ。ありがとうございます。お、確かに計算しやすい。123歳まで。1,2,3 や。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。30年後どうなってんだろうな。予想つかないな。ひまごさん。3の倍数。もうSTU100 歳の100歳で在籍いけるかな。出してくれやんやん私のこと。やんやんって言われてる。私やんやんやけんな名前。やんやん呼び。じゃあ26分55にしよう。ノンストップ。
はにゃ。会長。やんやん。もう今日はね、もうサラダをね食べましたね。とりあえずお昼ご飯はサラダでしょ。となんか2分の1日の2分の1の野菜をが食べれる鍋みたいな食べて。りねちゃんにどんだけ野菜食べるんって言われた。え、どうしよう。なんそれ。武蔵あ、間違えた武蔵坊ですか。私武蔵坊、あの塩なし担々麺ですか、広島の。まあ食べたことないんだよ私。分かんない、あれ本当に取れてるか分かんない。2分の1日の2分の1の野菜が入ってますって言われたらとりあえず食べてるけど、うん、どうなんだろう。キング軒と国松は行きました。なんかね、キング軒はね、なんだろう、山椒の香りがすごいなと思います。29の55にしよう。国松はね、なんかね、辛さのね調節がね、なんだろう、なんかなんだっけ、キング軒は辛さの調節が1から10まであるのかな、1からとか2からとか調節できるけど、国松はできないけど、でもメニューに辛いのと普通のこのオーソドックスなやつとありますね。あ、そう、ご飯食べ放題ですね、確かに。あれ手が。まあそうなんだ。そう、私は何か1カード0からもできて、りねちゃんがいつも0かららしい。辛いのがあんまりって言ってて、でも塩なし担々麺は好きみたいな、そういう方が多いんですよね。私はね1からにしてって感じ。キング軒博多にできた。あ、そうなんだ。ゼロからもある。辛さが苦手な方はそれですね。国松はそう、なんかご飯がそうおかわり自由かだけど、ご飯がちょっといつも挑戦できない。絶対に美味しいんだろうけど、絶対ご飯もうあの担々麺食べてその残ったこの汁なしだけど残った汁でなんで汁が残ってるって感じ
残った汁で絶対にご飯作ったら絶対美味しいやみたいな。え、ゼロからだし食べたことないんですよ。でも辛くないのかな、なんか味だけなんかな。卵は自分で買うやつ、トッピングで買うやつだから時々私も忘れるんですよね。卵を、あ、忘れたったみたいな。次は32分の55で、3255で、あ、え、ゼロカーでもちょっとから、そうなんだ。温泉卵絶対入れたくなる。ネギおすすめ。なんかキングケンはなんかセロリのトッピングがあって、セロリがおすすめってなんか、そうそう聞いたことあって挑戦してみようかなと思ったけど、なんかもう次回にしようと思ってやめた。そう、ハマタンさんなんかね、おすすめのキングケンですね。あ、そう、よく混ぜてください。確かにそれはよく言われるか。セロリやっぱ美味しいんだ。星になってる星になっちゃった。メロンソーダマスト、担々麺、あ、そうなんだ。へえ、もう絶対炭酸合うだろうな、その知らないし、担々麺とか。あと30回混ぜる、そう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 、書いてあるよね、30回混ぜてって。作私もちゃんとね、なんで間違えた、30回混ぜてます。あ、お酢ね、なんかそうお酢をかけたら辛さがマイルドになるみたいなの聞きますね。30回3時間、確かに3時間はね、もうね3時間混ぜてたらね、もうね、もう元気なくなるんじゃない、粉になるんじゃない。もう来ない、粉かなんか、なんだろう、あの丸くなるやつ、なんていうの、ホールケーキ作るみたいな、なんか例が浮かばないんですけど。あ、そう、餅、お餅みたいになるんじゃない、餅つきみたいな。で次は3555で、あ、メレンゲパンケーキですか、メレンゲのパンケーキですか。パンケーキで本当にね大好きで、なんか結構前にパンケーキ食べに行ったんですけど、その画像をずっとみんなにしてない。3555ですよ。ずっとブログに載せようと思って、ツイッターにも載せようと思って、ずっとそのまま。パンケーキとホットケーキの違い、なんだろう。え、多分パンケーキの中のホットケーキやと思う。もう同じ部類。あら、
パンケーキの中のホットケーキじゃない？もうその種類の中、あ、英語かフランス語かなんだっけやばいやばい、あ、そうなん、ちょっと全然違いましたね、私の見解。クレープ好きそう、好きですそんな顔してる、クレープ好きそうな、でもホットケーキを作るのが趣味ですって言いたかった。確かに分厚さ違うよね、なんかパンケーキの方がパンケーキの方がなんか分厚い気がする。あ、好きですねクレープ、好きですけど。次は3、じゃあ3855で。そう、愛子ちゃんがね、そう、あ、これ本当なんかありがとうございます大戦、本当にずっと話してしまって、ありがとう。いや、そう、パンケーキってなんか最初絶対に食べれるんですよ、こんなに1枚2枚って絶対に少ないって思うんですけど、なんかあと一口あと二口になったらなんか結構お腹いっぱいってなるパンケーキすごいよ。治った？でももう分かんないこれ、なんかずっと私は映ってるんですけど、なんかね、映ってる人がいるのかみんな映ってないのか分かんなくて、とりあえず壊れたとりあえずショールームアプリ壊れました、私の携帯の。もう私からはずっと見えてるし、何のね変化もねないんですよ。でコメントも全然見えるし、全然ね、あのサクサクと動いてる感じです。なんだ？これかな？テザリングなんかな？お腹空いてきたな。なんかずっとみんなになんか話しかけてたんですけど、なんかそう、ずっと話しかけてたんですけど、なんかずっと暗闇とか気づいてみたいな、いや気づいてる気づいてるみたいな感じだった。もはやこっちが気づいてもはやみんな気づいて私にみたいな感じだった。こっちはどうですか？今 Wi-Fi に変えました。
やっぱり機械なんで、時々調子が悪い時があるんですよね。すごいみんななんか映らんだけですごいなんかみんなが皆さんが不安定になるっていう。じゃあ次50分の55にします。さっきからほんとお腹が喉が取り乱した取り乱す、やばいやばい、でもよかった、お腹空いて。お腹減らないって思ってたんで。でも、何食べよう。あっ、そういえばおやすみメール送ってなかった。これを最後の対決にします。やっぱりすることが増えるとこうなる。そう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 、定期的にね食欲なくなる時ありますね。あら、でもお腹空いてる時っての情緒ってやばい。最近思った。本当だ、テロップテロップ。ん？ああ、いつの間にか、いつの間にか4位だった。ヤッホーにしよう。そうそう、なんかね、なんだっけ、そう、本当に腹が減っては戦ができるみたいな、そんな感じ。本当にそう、今日酔いに行ってたかい。まあでも一押しにしてくれる方がと当たるだけで全然嬉しいので。お腹減ってたからかな。お腹減ってたからかな。お腹いっぱいだったらちょっと
1位だったかも。ではメールを。でも私ちょっと画像がね、ほんと最近ないんですよ。どうしよう。豚まん食べてる時の写真がある、んですけど、豚まんショット、豚まんシリーズ。豚まん美味しかった。なんか日持ちがするんですよね、意外と。常温で3日間ぐらい、意外とする。ねえ、もありますよね。そう、551の常温で3日持ちますって言ってて、へえと思って。いや、レンジで全然レンジでしても全然美味しい。あんまんも美味しい。あ、そうなんだ。あんまんは食べたことなかった。うん、そう、皮もお肉もそう、皮も美味しいし、中身も美味しい。どうしよう。メールの内容がないよ。内容がないよ。これ凍らせてもいいと思うけどな。座布団座布団持ってきて座布団持ってきて。なんかショールームで行ったこととかぶりそうだ。よし、グッド。
しょ。めでたしめでたし。そうだ、ランキングを見よう。おお、やっぱりすごい伸び率が。いえいえ、ありがとう。メールを見てくれるの嬉しいです。なんかこのツイッターの通知欄にたくさんこういつも来るんですよ。このなんかフォローされましたとか、いいねしましたとか、でフォローされましたとこにのボタンがめっちゃ危ないですよ。なんかコメント、いえ全く大丈夫ですよ。コメント全然大丈夫だよ、大丈夫だよ、気にしないで。そうなんですよ、うん、フォローしそうになっちゃう、危ない。めっちゃね、もうでかいな、そのフォローするがフォローするのボタンがめっちゃでかいの、危ない。いや、何プロフィール、プロフィール見る、いやプロフィールじゃなくて名前の横にあるの、もうでっかく、でっかくあるんですよ。よいしょ。そう、通知でもあるし。そうそうそう。バトルが始まる。あ、20分だ。よかった。おもろい。多忙。この時間帯の。今日の私ギルバトが、そうこれ言おうと思ったんですけど、今日の19時台のギルバトが、あの一人めっちゃ強い人がいて、でも相手が一人しかいなかったんですけど、こっちの STU メンバーも全然人がいなくて、だから守備を守る人とさばきをする人が一人ずつしかいなくて、だから私がさばき担当だったんですけど、なんか私がさばくたびにこう1分半ぐらいクールタイムがあるから、その1分半の間にその相手が体力を回復しちゃって、だからなんか私がさばきするたびにどんどん回復していくから、なんかさばいてもあんまり意味がなくて、ちょっとしか買わなくて、だからそれをずっと続けてたら、もう気づいたら30分間ずっと私さばいてて、
で、あとちょっと、あとちょっとで赤、赤みたいな。あともう追い返った時にもう気づいたらあとなんか10秒で終わるみたいな試合がみたいなでドローになって待って私30分間ずっとさばき続けてたみたいな、このそうずっとさばきみたいな。でずっとそうユミニさんもいたんです。ユミニさんずっと守備してて、なんかもうログみたいなの見たら高尾沙耶香がさばきました。もうそればっかりずっとずっと高尾沙耶香さばきましたみたいな、ずっとそのターンでそう、えでもその時間はそうお金使えたのみたいけど、そうずっと立ち位置も確認してて、その時間立ち位置確認しながらあと3秒になったらあちょっとさばかなきゃみたいな、同時並行だったんですけど、気づいたらもうあれもう30分間え待ってずっとしてないみたいなあちょうどほんと1分半の間に回復しちゃってから、で時々なんかまた多分違う相手が、あのイメリンさんに攻撃しましたけど帰り道に会いましたみたいな時々それが出て、イメリンさん強いからでも裁く人いないと絶対勝てないしと思って、なんか誰か来たと思ったら守備に入っちゃったから、なんか守備が2人になって結局裁き1人でなんかあんま変わらずっていう。そう今日先輩方が公演だったから、そうそうそう、あと一歩のとこだった捌いてくださいわジバル。なんか最近ねギルパと参加できてなくて、私ちょっとね休んでて、だからあつそうギルドねレベル上がったら本当に強い人しかいないからさ、誰々がまあ今あかりんさんとゆめりんさんがめっちゃ多分強いのかな、なんかあんまりわかんないけど、とりあえずゆめりんさんが倒されちゃったら絶対その人は誰でも多分倒せないと思うから、その人を裁きみたいなんですけど、なんかその裁きっていう人がほぼ全員で、その相手がえ全員裁きみたいな結局全員裁き、いろんなパターンある。ギフトありがとう、消えちゃってるかなこれ。リンさん、クニちゃん、ちくわドーナツさん、ナオナオさん、キイチローさん、サッツンさん、イオタンありがとう。私もう弱いんですよギルバトの方は、強くなりたいんだけどもなんかもうならなくてから、こんばんは、本当だありがとう、いっぱい見てくれて
ユミリンさんって今どのぐらいのレベルなんだろう。総合力どんぐらいなんだろう。気になってきた。聞いてみようかな。200兆。聞いてみようかな、チャットで。メール来た。いい。私は何兆だ。でも総合力と、あ、そっか、実践総合力と違うんだな。そうだそうだ。としたら私めっちゃ弱いわ。私めっちゃ弱かったわ。これリコチ見えてるけど大丈夫かな。隠さなくていいのかな。ね、そう、まだ言わないけど。弱サーヤンです。そんなことないよ。あ、総合力のみ？あ、そうなの？わかんないな。気をつけないと。本当にどうしよう。え、ケイ？でね、ご飯どうしよう。ビーフシチュー。ビーフシチューをこの前お母さんが買ってくれたやつがあるんですよね。いや、ブロッコリーが、そう、私ブロッコリーもうないんです。3日間ぐらい連続で食べてるけど、もう今日はいいかなと思って。え、美味しそう。あ、ビーフシチューパイね。なんか画像見た。ちょっと味噌だった。危ない。ビーフシチューパイを、美味しそう。私はあれを食べた。チョコパイ食べた。黒だっけ。チョコパイ食べた。私も年末になったら食べようかな。そうそう、三角チョコパイ。
やっほー。とりあえず今日から1週間はすごいことになりそう。11から野菜生活始めよう。そう、もう生誕祭まで、そうですね、1週間。え、やば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 。そう思ってきたらやばいぞー。大丈夫？ナゲット食べたい。スピーチはまだですね。まだ考えてないか。考えてるけど、まだ確定してない。楽しみですね。楽しみだけど、なんかすごいドキドキですね。その景色を見たことがないから、イメージができないからどうなるんだろうって思ってるよ。ね、確かに皆さん迷わないように。え、ファンの方の方が緊張するんかな。あと私なんだっけ、影穴だっけ。影穴を私多分僕の太陽公園でしたことありますっけ。私なんかしたことあったっけと思うんですけど、多分知ってたとしても船からしてなくて、多分船の時したんかな。こうレトチャーではしたことあるけど、僕隊でしたことあったっけと思ったんですよ。そう、ツアーは1回してしましたね。2回ぐらいしたっけ。でもツアーから夏なんで結構空いてるの。多分そう、僕隊としてはもしかしたらなかったかもしれない。今までもしかしたら。間違えないように。そう、ツアーのやつはそうです。開始10秒前ぐらいに「タカオ鍵穴」って言われて「えっ？」って。ヤッホー。そう、いや多分そんな感じだ。絶対いつもは違うと思う。いつもは絶対に事前に会うと思うんですけど、あるあるではない。ないないですね、ないない。ないないの中でそれが巡ってきた。でもそうですね、もしかしたら、まあ違うかもしれないけど、生誕祭の鍵穴は私かもしれないです。
違うかもしれないけど、でも本当に私はちょっと緊張してると思うんで、本当に温かい目でお願いします。そう、リコチかもしれんし、リコチが鍵穴言いたいって言ったらリコチかもしれんし、お願いします。間違えてもまあにやけてください。私も多分にやけるんで、間違えてしまったら、なんかあれだよね、なんか鍵が回ってもなんかおおみたいな言えんけんあるよね。まあ心の中でね言ってくださいね。おおみたいな、そう声出せないから。自分で言おうかな。みなさん、高尾さやかです。おお。みなさん、高尾さやかって知ってますか？まあ知らない方もいると思うんですけどみたいな。今日は何の日かは分かんないですけど盛り上がっていきましょうみたいな。確かに大役にリコちゃんに頼もうかな。大役。何も知らない、何も知らない設定。今日って何の日なんでしょうか。まあ分かんないですけど、いやちょっと待った、絶対誰か言って。さすがに、ろうそく消えるかな。私声小さいんですけど、ろうそく消えるか不安。一発で消さないといけないですもんね、ふって。大丈夫かな。まあそう、確かに肺活量は多分あるんで、吹奏楽部だったんで、もう消えるかな。そうちょっと、いや鼻息で消すのちょっとさ恥ずかしいわ。鼻息で消すわ、恥ずかしい。いいね、せーの。絶対やだ、絶対やだ。なんかさすがに生誕祭でそれは、なんかその10年後の生誕祭とかならいいけど、ちょっと1年目でそりゃちょっと、鼻息で消す。
いいね、気合で。そんな人おる。そんな人おる。いいね、指パッチン。ふっくーさん、ワンタローマルさん、炭酸せんべいさん、ときめっきーさん、ありがとう。すごいな。でも当日はさ、当日は絶対緊張してるんで、もうそんなこと考えずに普通に消すと思います。緊張してるんで、初めての生誕祭なんで。いや、ネタなし。そう、始めてたんですよ。エビスさん、ありがとうね。でも配信もあるから。確かにひまわり MC どうなんだろう。私に内緒で考えてくれるんかな。なくなった。いつもひまわり MC ではね、なんか選ばれないというか、なんかどういうメンバーなんだろう。そう、振られる。いつもみんなに振られてるですけど、その日は振られないかもしれない。でもなんか私 MC どうしよう。ひまわりのメンバーなんで、ちょっと言いにくいけど MC ってどうなるんって聞いても、なんかどうしようみたいな言われたら私もどうしよう。それでこそひまわりのメンバーだからな。そう、誰が仕切る誰が仕切る。聞いた方がいいのか
聞かない方がいいのか。私がずっと聞かんかったらもう本番まで何もないかもしれない。どうしよう、あえて聞かないとく、聞かんどこうかな。過去一で何も進まない MC になるかもしれん。みんな考えてきてないのみたいな。私の生誕祭、じゃあ私はそろそろ終わります。まあそうなったらちょっとね、そうですね、私の好きなところを一人一個ずつ、まあ一個足りなかったら10個ずつ言ってもらおうかな。もし何もなかったら。でも10個はちょっと尺的に問題があるので、まあ3個でベスト3、さやの好きなところベスト3。え、3個は絶対あるよね。 3個は絶対ある。よろしくお願いします。なんか絶対そうですね、静かになりそう。なんかに目そらされそう。わらわら。確かにいっぱいありすぎてみたいな、ないやつ。いっぱいありすぎてみたい。楽しみ、本当に。でも楽しみなのは本当にね、めっちゃあるんですよ。確かにさこちゃんはちゃんと答えてくれて、パンちゃんとりんちゃんはなんかなんか大丈夫かな。楽しみだわ、どうなるか。やだよ、その自分の好きなところを言う流れやだ。誰も言わんけに自分で言うっていう。そう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 、すごい本当にあの二人はホワホワしとる。 STU で一番ホワホワしとるかもしれん。あの二人がね、ホテルがね、同じになったらね、本当にね、
もうやばいのよ本当にやばい。あの二人が一緒になったらホワホワコンビがホワホワーズやん。確かにホワホワーズやん。絶対そう。時間の流れめっちゃゆったりやし、なんか一回あったんですよ本当に。一回その二人が同じ部屋になってて、なんか急にそのりんちゃんから LINE が来て、サーヨンドライヤーあったみたいなえドライヤーえあったよみたいな。絶対ホテルでドライヤー絶対もうほぼあるから、そうなんかさっきからなんかあやパンと探してるんだけどみたいな、どこ探してもないんだよねみたいな、いやあるあるそこにあったよって言ったら、ああったー、このまま髪かかさずに寝るとこだったみたいな。だからこの二人はやばいと思ってそう、どこ探してたんだろう。だからそう、あやパンとかなんか多分髪乾かさずに寝たんかな。なんかもう乾いたみたいな、乾かさずに乾いたみたいな。面白いんだけど本当にいんだけどよかった、 LINE してきてよかったし、気づいてよかったし、でも もっとね、同じようなね、うっかりザアイコもいるんですよ。うっかりザアイコも結構ね、うっかりが多いんですけど、なんかちょっとジュース、この前一緒に泊まってて、ちょっとジュース買ってくるねって言って、あ、いってらっしゃいって言ったら出て行ったんですけど、アイコがなんか急に部屋の電気が真っ暗になって、真っ暗になった、もしかして、え、カードキー、え、持ってったみたいな え、カードキー持ってったみたいなもうなんかもう電気ともう全てのなんかもう加湿器とか全部、テレビとかも全部消えて、急に静寂になったんですけど、私のスマホの光だけが光って、で戻ってきたと思ったら、あ、ごめん持って行ってしまっとったみたいないや全然いいよみたいなでもね、それね、私ね、なんか一回じゃないんですよ、本当に 2,3 回ぐらいあって、もうびっくりしないんですけど、 2,3 回ぐらいあるんですよね本当に。あ、またやーと思ったんですけど、ちょっとうっかりだアイコなんで、まあスマホの光があるからいいけど一瞬やったらいいけど、さすがにね、長時間やったらさすがに LINE するけど、そう、なんかジュース買いに行くとかやったら多分何分かで戻ってくるから、何も言わずに、まあ全然いいやと思って